こんにちはインーの田中です今回は井上井野隆彦先生のドラム講座ツインペダル編ということで先生ついにやってきましたけれどもこのツインペダル編シャレ言ったツインにって言ってなかったはいはい。普通に言ったつもりでしたからツインにというツインにとツインにがかかっていたわけですよいん。はい。ツインペダル編ということでどういう内容でしょうか これねツインペダルって、はい、あのワンペダルの,、うん、あの足あるでしょ、はい、右足が、はい、初心者編でねや,やりましたね朝食者編で一、はい、つでしんそうそうそれが二つあるんですよだから、ね、それで、はい、どこ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 ってここはリモートになってまして、はい、どこ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 っていうね、はい、それをこううまく使って はい、自分のアプローチに、うん、をグレードアップしたいなっていうところで、はい、ツインペダルっていうのを使ってみようかなと思っておくも、はい、まあちょっとやり始めは遅かったんですけどね、はい、30いくつからツインペダルを、はい、やるようになり、はいうん、やっぱりこれは時代の流れでね、はい、絶対これは必要だなと思って一生懸命練習してきました。はい それで、うん、あの普通のさ、ツインペダルって、はい、なんかこうロックロックとかイメージあるでしょ、はい、どこ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 どどどどここどここってありますね。どこたかどこたかって、はい、そういうまあ一般的には普通そうなんだけど、はい、これをまあ私の場合はですね、ラテンとかジャズとか幅広くを使いたい。 まあパターンというよりかどっちかというとあのフィルインってわかる、はい、フィルインそしてドラムソロの中でなんかかっこよくこの盛り上がりで、うんうん、使えないかなっていうところこれもちろんロックっていうのは音がでかいっていうイメージでスインベターあるけど、はい、あのやっぱりジャズの中でもこのソフトな感じでさりげなくさりげなくやりたいなおしゃれに、はい、おしゃれにおしゃれを積み わか <laughs> かりますか業界をはい、ドロンドロン、ドンキドキドキだけドリルドリルと、まあ、そういういろいろあるんですが、うん、まあそういうところをちょっと中心に伝えていきたいなということがあるんですけれども、はい、なるほど、始めるの遅かったという話だったんですけれども、これは普通の人は、なんでしょう、シングルをある程度マスターしたからこそ、これに踏み切ればいいのか、どのぐらいのタイミングでその通り。 これはまずツインペダルは本当にワンペダルをちゃんと私の講座のアップダウンとかありましたよねそのフットワークをちゃんとやってからツインペダルにだからワンペダルが難しいからツインペダルでごまかすとかそういうんじゃなくねそこのもう本当いいこと言ったねワンペダルのあれが確立してからツインペダルに移ってくださいということなんですよねわかりましたそれでよろしいでしょうかではまあ早速早速え あちらのドラムセットの方に参りたいと思います、はい、よろしくお願いしますお願いいたします